お尻がしびれてるだったりとか、足が痛みがある。楽にはなるんですけど、後からひどくなることが多くて。はい、整体婦科院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。もしあなたが3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みで悩んでいるのであれば、根本的に解決していただきたいね、そんな患者さんであればですね、ぜひこの動画見てみてください。でですね、今日は何かと言いますと、坐骨神経痛でやっちゃダメな治療ですね、3選ということで紹介していきたいと思います。私、腰痛専門でさせていただいてて、腰痛、座骨神経痛、狭窄症、ヘルニア、たくさんの方が来られるんですけども、ダメだよみたいなことって結構あって、それやっちゃうともっとひどくなるよって結構あるんですよね。で、この座骨神経痛っていう時に、この大事なのってタイミングなんですよ。タイミングが全てで、本当にこうやっちゃいけない時にやっちゃいけないことをやってしまう。私世界一周してたんですけど、海外に行ってですよ、南米とかをヒッチハイクとかで行ったんですよ。でバイクで旅してたんですけど、その時に現地の人によく言われてたことは、普通は安全な場所なんだと、全部がスラム街が悪いわけじゃないんだと、ただ俺らでも気にすること何かって言ったら、行っていい時間と行っちゃいけない時間がある。そして行っちゃいけない時間に行っちゃいけない場所に行く、これがダメなんだって言ってましたね。で全く一緒でですね、治療もですけども、タイミングなんですよね。やっちゃいけない治療は基本的に私はあまりないと思ってますね。どれが治療法がいい悪いじゃないですよ、どのタイミングで何をするかなんですよね。ここを間違えたら悪くなるんです。ここをしっかり理解するのが大事なので、座骨神経痛の時にやっちゃいけないことっていうのもでもあるんですよね。これをぜひ知っていただきたいと思っていますので、座骨神経痛の患者さんでお尻がしびれてるだったりとか、足が痛みがある、もしくは腰が痛くて座骨神経痛って診断されたね、こんな患者さんであればですね、今日の動画を見て結構必見になっていると思いますね。ぜひ見ていただければ嬉しいなと思います。では本編いきましょう。はい、じゃあですね、座骨神経痛でやっちゃいけない3つのことなんですけども、その大前提の前にですね、やっちゃいけないことっていうか、タイミングって話しましたね。でどんなタイミングにやっちゃいけないことがあるかって言ったら、これですね、何かと、レッドフラッグってものがありまして、レッドフラッグって何かと言いますと、いわゆる、おーい、やめてくれよっていうタイミングなんですよ、体が。で、逆に言うと、イエローフラッグとかね、っていうのありますけども、何かって言ったら、これ、やっていいタイミングだったりとか、やっちゃいけないタイミングがあるんですよ。で、やっちゃいけないタイミングって何かって言ったら、何個か条件があって、まず一つ目が、これね、炎症。いわゆる体の中が怪我したばっかりの時に動きすぎちゃダメだよってこと。で、何かって言ったらね、座骨神経痛になったばっかりでビリ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 痺れてる時に動きすぎたりとか、痛いからって言って温めたりとかしたらもうダメなんですよ。絶対ダメです。ですが、このレッドフラッグっていうのをまず見極めるのが大事で、レッドフラッグってじゃあどんな症状かって言ったら炎症。何かって言ったら炎症って熱感がある。触った時に熱い感覚があったりとか、あとは痛み。痛みがビリビリ激しかったりとか、もうとにかく痛みが激しい時期ですね。で、1週間以内に急に出た痛み、もしくは激しくなった痛みとかであれば、これは炎症から起きている可能性があります。いわゆるこの怪我してるんですよね。お尻のどこかだったりとか、どこかの筋肉が怪我をしてしまって座骨神経痛の症状を出してしまったりとかします。なのでこの座骨神経の症状がもう最近出てめちゃしびれてるとか、あとは24時間ずっと痛い、寝れないぐらい痛い。患者さんでね、寝れないんですよって言うんですけど、これどっちかで、すごく大げさに言う方と、あとは本当に痛い方っていらっしゃるんですけどね、ここをね、しっかり見極めるの大事なんですけど、夜寝れ眠れないぐらい痛いって結構やばいんですよ。なんでかって言ったら炎症なんですよね。皆さん例えば骨折をしたとか、怪我をした時、ね、例えば骨折をした時わかるんですけど、マジ眠れないぐらい痛いんですよ。ズキズキして。ね、私も何回か骨折したことあるんですけど、痛くて寝れない。寝たくても寝れないんですよ。痛すぎて。ちょっと動くと、ああ、起きたみたいな。ね、なんでかって言ったら炎症なんですよね。骨折してしまったっていう炎症が起きてます。って時は、もういわゆる出血もしてるし、体の中で痛い痛い痛いって状態ですね。もう何しても痛いんですよ。これがいわゆる炎症期なんですね。だから座骨神経痛も何しても痛い、夜も眠れないから痛い。で、一番のこの炎症かどうかって見極めるときは、もう夜寝てるときに起きちゃうぐらい痛いとかであれば、これも炎症ですね。この時は何もやっちゃダメもう病院にまず行ってください。病院に行ってまず整形外科に行っていただいて、まず判断してくださいですか。なのでまずこれが一つ目、炎症が出てるとき。
あとは2つ目が膀胱直腸障害って言って、背骨の中でね神経が圧迫されてしまったりすると、この背骨がねこの中で圧迫されてしまったりとかすると、いわゆるこの先っぽに行く神経が麻痺したりとか、いわゆる異常を起こしたりします。でここの例えばね座骨神経痛っていうのが根性でね、この中でこういう説明に関しては全体像の話でしてますんで、ぜひねこの動画も概要欄に貼っとくのでぜひ見てみてください。でここら辺にあるんですけども、これがビーッと下に来る、何かって言ったら、例えばねこれこの神経って骨盤の中にいて、いわゆる骨盤底筋群って言って、いわゆる尿を出したりとか便を出すっていう筋肉にもつながってるんですよ。でこのいわゆる脊柱管狭窄症とかっていうので座骨神経痛のような症状が出てる時に、この中で圧迫を受けちゃった場合にはですね、いわゆる膀胱直腸障害って言って、さっき言った尿が出やすい、勝手に出てくるとか便が出てくるとかってことが起きちゃいます。でこの前それこそ神田さんでいらっしゃったんですけども、60代ぐらいの方でね、最近尿漏れが激しくなったってのがあったんですけど、最初はもう関係ないと思って言わなかったんですよ私。で私がこう治療していく中で、ああでも最近なんかまあ尿漏れが激しくて、まあでも年だろうなと思ってましたみたいな、いやいやいや、それでいつぐらいですかって、1年ぐらい前かなみたいな、いや1年前って症状出た時じゃないですかって、ああその時だね確かにみたいなねあったりするんですよ。これ膀胱直腸障害って言って、いわゆる背骨の中中枢性で起きてる可能性があります。それも基本的には病院で治療しないと改善しないことも多いですね。だから膀胱直腸障害、勝手に尿漏れが出てきただったりとか便が出てくる、便が出てくるはなかなかもう分かりやすいと思うんですけどね、いわゆる緩くなっている状態、いわゆる筋肉が働かない、神経が働いてない状態ですね。こういう時もちょっとレッドフラッグなんで注意してください。あと一つ、三つ目がですね、これはいわゆる麻痺、感覚障害ですね。よく起きるのが足首がダラーンとしてしまってる、足首が上がんない、これはですねよく起きる障害というかですね、麻痺の状態ですね。足首が上がんない、あとは隠れてですけど膝が伸ばしにくいとか、こういうのもあったりしますね。あとはつま先立ちじゃできないとか、つま先立ちが難しいってこともあったりします。この辺のいわゆる麻痺、いわゆる筋肉がちゃんと働かない状態っていうのもあるんですよ。なんでこういう麻痺の状態っていうのは、いわゆる中枢性って言って背骨の中で問題が起きている可能性があるので、そういう時はぜひぜひまずは病院に行ってみてください。あとは感覚障害って言って、触った感覚がしないだったりとか、足の裏がなんか靴下履いてるみたいな感じがあるとかってことであれば、神経から来るものだけじゃないんですけどもね、座骨神経痛が来てる場合もある、いわゆるレッドフラッグってやつだと思って、なんで炎症が起きてる時、膀胱直腸障害、あとは麻痺、感覚障害、この時は基本的にやっちゃダメだと思ってください。でこのやっちゃいけないタイミングでやっちゃいけないことしちゃダメだって話です。ですか？だからこれ以外のいわゆる炎症期でもない、レッドフラッグにはかかってない時であれば、今から言うこと全然やって OK です。やってもいいというか、痛みが出なければ、痛みが強くならなければやっても OK、 痛みが改善しないだったらやらなくていいです。ですか？でよくやっちゃうこと、患者さんがやっちゃうこと3選言いますね。まず1つ目何かと言いますと、ガンガン運動する。いや痛くなった、最近運動不足や、よっしゃ1、2、3、ダメ例えばね、骨折しました、足骨折しましたっていう時にスクワットしたらどうなります？やめてくれよってなります手骨折した時に腕立てしたらどうなります？ダメですよね。炎症激しくなります、関節ずれます、やめてください、治るのが遅くなります。なので何が言いたいかっていうと、炎症期に運動しちゃダメです、寝てください当たり前なんですけども、無理しちゃダメなんですよこういう時ね。なので座骨神経痛が起きてレッドフラッグっていうのがかかってる場合に、運動するっていうのは、運動療法とか筋トレをするっていうのはこれも禁忌だと思っていただきたいなと思いますので、そのレッドフラッグがある時にやっちゃダメ。逆にレッドフラッグがじゃなくて、例えばお尻の筋肉が硬くってなってる場合であれば、緩めたりとか筋肉トレーニングやったりとか、そういうの全然 OK なんですけど、炎症期にやるのはダメですね。ですか？タイミングと何をするか、ここをね、ぜひ見極めてほしいなと思います。で2つ目何かと言いますと、緩めちゃうんですけど、これねやっちゃダメっていうわけじゃないですけど、楽にはなるんですけど、後からひどくなることが多くて、例えば座骨神経痛で痛くなってて、こんな風に歪んでる人とかいるんですよね。痛いって歪んでる人いるんですけど、こんな風になったりとかもします。歪んでる人に対して緩めていくと元に戻るんで、なんか楽になった感じがするってなんですけど、これってなんでこうなってるのって言ったら、この方が楽だからこうなってるんですよね。でこれで筋肉でなんとか止めてくれてるのよ、この痛みが大きくならないように。なんだけど、これを戻しちゃったりとかして、めっちゃ逆に痺れが出てきましたって人もいらっしゃいます。なんでか、炎症期だからです。炎症期でここに蓋が来ないように、こうやって逃げてるのに、なんかこうやって逃げてるのに、こうやって戻したら蓋かかっちゃいますよね。そしたらまた痛み出ちゃうんですよ。なので緩めちゃうっていうのも、あまり炎症期には良くないです。なんでこの緩めるってこともやめてください。で3つ目、
これはですね、温めるですね。もう痛いからもうお風呂にずっと入っとこうとか、温めとこうとか、温湿布貼っとこう。これダメです。なんでかって言ったら、炎症が起きてる場所って、血液がいわゆる出てるんですね。血液が出血してる状態です。体の中で。出血してる時に、体温めたらどうなりますか？ドバドバ出てきます。なので、炎症期って、まあ、血液だけじゃなくって、水分とかがいっぱい出て、補強しようとするね。まあ、治そうとするんですよ。水を出したり。例えば、わかりやすいのは、ここでキュッと切りますよね。切ると、かさぶた出てきますよね。あれって、かさぶた出てくるときに水出てきますよね。透明なやつ。あれはいわゆる、水分を出して固めようとするんですよ。人間の体の中も炎症が起きている場所は、固めようとするんです。なんで、固めようとすると、いわゆる水分出てきます。ってなると、いっぱいブクブクなってる。そんな中で、循環良くするような、温める、お風呂に長引ね、長く使っておくとかすると循環が良くなって水がたくさん出るんですよ。血液もバンバン出るんですよ。そしたら何が起きるかっていうと、もう出血しすぎて痛い、水が張りすぎて痛いが起きちゃいます。なので基本的には怪我をしてる時、炎症期、レッドフラッグの時は冷やすっていうのがメインだと思ってください。ただ全員が全員ではなくって、筋肉も硬くなってて痛い時もありますから、温めた方が楽な時もあるんですよ。ただ炎症が起きてる時っていうのは冷やすっていうのが鉄則だと思ってください。だから温めないですね。なんで3つです。運動をガンガンしちゃう、ガンガン緩めちゃう、そして、温めちゃう。この3つがね、やっちゃいけないことだと思ってください。ただいいタイミング、レッドフラッグじゃないタイミングであれば良くなる可能性も高いです。ですけどレッドフラッグでこれやっちゃうとさらに悪化します。なんでそもそもレッドフラッグじゃないか今がっていうことをまず確認してください。レッドフラッグって何がありましたか？炎症、24時間ずっと痛い、寝れないぐらい痛いね。もしくは2つ目が膀胱直腸障害ですね。この膀胱直腸障害っていうのになってしまってたりして、尿漏れ、ね、便が出て勝手に出てしまう、こういうのがあったりすると中枢性の問題かもしれないので、そういう時は整形外科に行ってもらってください。で3つ目、これが何かというと麻痺感覚障害ですね。まあ、この3つがある場合にはもうこのさっき言った運動ガンガンする、ガンガン緩めていく、温めてしまう、この3つはもう絶対ダメだと思ってください。ですか？逆にこのレッドフラグじゃない場合であれば運動していくのも大事です。ただどこを運動するのかっていうのもありますよね。どこを緩めるのかもありますよね。どこを温めるのかもありますね。この3つがしっかり分かってないといけないので、こういう時はぜひね、整体院だったりとか、ね、近くの先生にお聞きしてもらって、でもし分かんない時であれば、私整体院復活ってやつをですね、全国展開でやらせていただいてますので、ぜひね、気になる方は概要欄の方チェックしていただければ、そっちの方でチェックできますので、ぜひねチェックしてみてください。はい、ということで、やっちゃいけないことを3選紹介させていただきましたけど、やっちゃいけないタイミングでやっちゃいけないことをやらない、これがねすごく大事になってますので、見極めをしっかりやってみてください。でもしね、今日の話良かったなと思っていただければ、またぜひ見ていただきたいだと思っていますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。あとは高評価コメントいただけるとすごく励みになるので、そちらの方もよろしくお願いします。はい、ということで、ね、今日はここで終わりにしたいと思いますが、ぜひね、鎖骨神経痛、やっちゃいけないことをやらないように、やっちゃいけないタイミングで やっちゃいけないことをやらないように、ぜひね意識してみてください。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。確かによく分かりましたね。そうですね。いや、なんか書こうかなと思ったら、なんかずっと喋っちゃいましたね。確かにずっとペン持ってたね。